お腹減った。食べよう。いただきます。うまっ。味付けさ、何も考えずさ、味見もしてないけど、しみる。やばい。今日朝プロテインとオートミール食べて出かけてたんやけど、お昼はコーヒー飲んで、そっから今夕方なんやけどさ、遅めのお昼ご飯。駅ね、めちゃくちゃ味しみる。うまっ。めっちゃでも簡単なんよね。ミンチと豆腐とネギだけで作ったから簡単にできるよね。もっと使ってない。だから豆板醤とニンニクと甜麺醤、塩コショウと片栗粉だけでやったけど、うまいわ。全然できちゃう。出かけたらさ、知らん間にめっちゃ歩くやん。で、今日歩数見たら8キロ歩いてたからさ、もうカロリー含んでないですね。お出かけしたらさ、なんかいろいろ見るやん。だからいつも外に出るようにしてて、そう、気持ち味薄い。めちゃくちゃ目分量で入れたけどさ、にしては美味しい。美味しい。キビできた。ほんまに最悪や。昨日、しかも昨日できた。この間さ、舞台見に行って 2.5 次元の舞台やったんやけど、なんかすごい表現、そわーってなんやろ、でも迫力がすごすぎて、でその舞台見に行く前に漫画も見といて、どんな感じなんかなと思って想像して舞台見に行ったけど、なんかもうまんますぎて、その世界観がびっくりしました。なんか最近はマジでいろんなもんから刺激を得るようにしてて、めっちゃ面白かった。めっちゃお腹鳴ってる。豆腐さ、もうちょっと木綿にしたらよかった。イカゲーム見た？イカゲームね、面白かった。考えさせられるね。ああいうの見たら改めて普通のさ、生活してるのが幸せというか、当たり前の幸せに気づくというか。ニュースとかでもさ、海外やったらこんな事件があるとかさ、日本やったら考えられないこととかさあるからさ、なんかそういうのを見たら当たり前が当たり前じゃないというか。なんか哲学みたいになってるけど、なんかみたいな。ネットフリックスさ、めちゃくちゃ面白いのいっぱいあるんやけどさ、見出したらほんま止まらんきさ、1日1個とか決めてるんやけど、ほんま見たら止まらんよね。アニメも大好きでね、今ブルーピリオドと、あ、無職転生も始まってるやん。バキもね、面白いんだよね。あとコミさんはコミショウです。見始めた。なんかおすすめの作品やったら教えてください。みんなさ、洗い物ってどのタイミングでやってる？僕はなんかご飯を食べる前に全部終わらしたくて、食べるもん以外。そうだから、いつもフライパンとかなんか使ったやつとかは絶対にご飯食べる前に終わらすんですけど、なんか一日多く人とかおるじゃないですか。あれ、夏とかやばない？大丈夫なのかな。割と結構辛めにさ、豆板醤と七味入れたつもりやけど、なんか対応できるようになってる、口が。僕前まで辛いのそんなに好きやけど得意じゃなかった。汗がブワーってる感じだったんやけど、それがあんまり、たまにというか、めちゃくちゃ辛いものとかってあるけど、ある程度やったら全然耐えれる気さ。強くなったのかな。体勢ついたかな、分からんけど。めっちゃ髪が見たよな。髪切らん手が、めっちゃ短くしたい。美味しかった。夕方、5時、遅めのお昼ご飯。夜も食べるで、今日はそんな気分です。今日たくさん動いたんで、甘やかそうって感じで、後でスーパー行って夜ご飯を食べます。結局、全部作る気さ。大丈夫でしょう。料理の幅増やしたいね、もっと。マジ、もう、麻婆豆腐はほんまに来たわ。もう、5分ぐらいでできるし、美味しくなる。めっちゃお腹鳴ってる。やばいやばいやばい。お腹めっちゃ鳴ってます。夜何作ろうかな。まだ迷ってるけど、楽しみます。明日の食卓にぜひ作ってください。明日の食卓にごちそうさまです。みんなも食べるときはしっかり食べてください。